こんにちはお疲れ様です。気になる男シリーズの第85話でございます。あの、先日はですね、タカさん、あの、ライブ放送の方、ありがとうございました。お疲れ様でございました。1時間ちょっと過ぎましたね。やっぱね、まだまだ話し足りないことっていうのはあったんじゃないかなと思いますし、それから視聴者さんの中でもタカさんのコンテンツにね、興味を持ってくださって、で、YouTube のアカデミーの方、お申し込みを考えていらっしゃる方、いるよということで、私の方にもメールが来ました。私の方からもね、それはタカさんに、 直接ご連絡した方がいいんじゃないですかってことで申し上げて連絡先の方をねお渡ししてますんでもしかしたらお問い合わせの方増えていくかもしれません、えー、そして高さんのこの YouTube アカデミーのコンテンツ販売もしかしたらもう終了してるところがあるかもしれませんけどもタ高、まあ、さんのことですからね締め切りが過ぎてもいろいろとお取り合い、えー、お計らいいただけるんではないかと安心しておりますまあただし締め切りは締め切りなんでもうだらだらといつまでも お申し込みを受け付けてるわけじゃないと思いますんで、視聴者の皆様、YouTube で一本筋を通したい方、つまりは、YouTube で自分の稼ぎをね、作りたい方は、お早めにご連絡くださいということでございます。YouTube で、こうやって陰居暮らしをしてる私がね、タカさんの YouTube 活動も、もう全面的に、まあ、支持しております。ですんでね、私のように顔出しをして、むっちゃくちゃ動画をね、量産して、で、様々なジャンルを扱って、で、稼いでいくっていう方法もあればね、タカさんのように、 シークレットなね。ものすごいこれ稼ぎ方を作ってますからね。えぜひその秘密。特にね、稼いでる人は、稼いでるアカウントをなかなか教えてくれないんですよ。でもタカさんは、実際に月収100万ですよと。一本の動画で何万円の売り上げを作ってますよ。それがこのアカウントですって教えてくれてますからね。で、私の場合は、その、この動画でいくら稼いだっていうよりも、動画を量産して集客して、結局、即可塾の販売とか、 最近でしたら、FX オリアルヒの売り上げ。このコンテンツが主なあ YouTube での売り上げですからね。YouTube の再生数に応じての広告収入ってのはそんなにたくさんないわけですよ。毎月10万とかそのぐらいですからね、私の場合はね。でそう考えたら、タカさんのどこで稼いでるのかなと。まさかこの315人の登録者のアカウントで稼いでるんですか待て待て、そんなわけないですよ。まだ見えてないアカウントがタカさんにありますからね。 それをぜひね、つかみに行って、なるほどと思っていただきたいですよね。タカさんね。はい。それでね、私がね、やっぱりこう、稼ぎ手としての責任、プライド、責任ですね、やっぱりね。プライドは別にあんまりないかな。うん。まあ、プライドがあるとしたら、稼げずに一日を送るなってことですよね。だってビジネスをしてるわけなんですよ。金稼ぎを自分の本論としてるわけなんですよ。じゃあ、1円も稼げずに一日が終わることって、自分のプライドを ももうう捨て去ったようなもんですよそうじゃないそうじゃないプライドっていうのは鼻にかけるっていうプライドは私は捨てるべきだと思うんですよでもあれ今日もしかしたら稼げないかもしれないやべえビジネスマンとして失格だなとねだって漫画家の方って週刊少年ジャンプとかね週刊連載してる方って毎週必ず新しいネタ作ってくるじゃないですかパパンン屋さんは毎朝美味しいパンを 店頭並びますよね。じゃあ私たちコンテンツ提供によって売り上げを上げてるものが売り上げが上がってないってどういうことえ今日開店休業状態なのってことなんですよ。いやこれは大恥だと思いますしそんなことが起きるとそれに慣れてしまうんですよ。あたまにはこういうこともあるかはダメなんですよ。たまに回っちゃいけないんですよ。たまに回っちゃいけない。絶対にどこかで売り上げをつかみ取ってくる。 それが私たちの存在意義であり、売り上げを作るってことは、お金を払った人に、お金を払うほどのサービスを提供したっていうことですからね。ですんで、サービスは提供したけども、でも、お金にはならなかった。そのレベルのサービスの提供ではないんですよ。うわぁ、さすがに、この人にはお金を払ってサービスを受け取りたいなって思わせることぐらいの、そのぐらいのね、発信ができていなければ、まあ、失格ですよ。それこそ、 いわゆる楽しみで YouTube をやってる人と同格になってしまうわけですよね。私たちは楽しみでやってる部分もありますけども、その楽しみが完了するためには、自分の発信したものがお金を払ってまで受け取りたいよって人に出会えた時なんですよ。応援してくださる方、ファンの方がそこにいるかどうかってことなんですよね。まあ、ちょっとキツキツなことを申し上げましたけども、でもね、稼ぎ手としてどのぐらいの責任を持てるか、お金を稼ぐのは大変とよく言うでしょ。いやでも 月に5万円お金を稼ぐことって大変ですかね月に10万どうですか月に20万、30万どうでしょうか大変な中でもできないことはないなってレベルじゃないですか。でも、月に100万円を稼いだり、月に200万円を稼いだり、コンスタントにそれを何年というレベルで続けることって大変ですよね。普通に考えて、会社の役員ですら月収100万を超える人って少ないわけですよ。それこそ、国会議員ですかみたいな給料になっちゃうわけですよね。 でもその中で月収100万まあ100万とは言わないでも70万80万をコンスタントに1年2年3年5年と続ける人つまり年収1000万以上を年の単位で継続していることって多分多くの方が経験できないことやろうと思ってもできないことだと思うんですよプラスアルファですね自分のつながっている親兄弟親戚知人の中でこの 月収100万とかね、年収1000万、2000万を継続してる方ってだ誰かご存知ですかってことなんですよ。多分、私はタカさん以外にそういう方を知ってますよってなかなかなんないと思うんですよ。ということはね、どこにその違いがあるのかってことを学ぶチャンスってのはほとんどないってことなんですよ。そうじゃないですか。実際に月収100万を稼いでる。その証明もできる。なんせ一番の証明は、こうして動画が今日も送られてくるってことじゃないですかね。それはね、 毎日12時間働いてるサラリーマンさんにはこれだけの動画量産とかこれだけのクイックレスポンスでメールに対して返信する動画リレーを毎日コンスタントに行うこれは無理じゃないですかね多分できないからいや仕事が忙しくてなかなかコンテンツが作れませんネットビジネスができませんってなってるんでしょじゃあ私は高さんみたいになんかいつも動画作ってる人っていうのは一体どこで働いてるんですかと働いてないですよ 通常出勤するような仕事はねまさにこの一番エネルギーを傾けている YouTube の動画作成が収入源である仕事なわけですからだからそっちの方に行きたい方はどうぞって話なんですよねでしかもいきなり月収50万100万を狙いって話じゃありませんまずは月に2万3万を安定させましょうよというところですよそれがレールに乗るってことですよレールに乗ったらあとはですねどこまでその列車を 加速させていくのか、どこまで遠くに進むのか、これはそんなに難しいことではありません。まずはレールに乗せることが、0から1を作ることが最も大変なんですよね。でも、0から1を作り続けてきた、0から1を作れるように多くの人を導いてきた私は、タカさんにとってみたら、大してそれは難しくありません。そして今、私は FX オリガルヒにエネルギーを傾けています。YouTube の指導をする余力を あまりもちろん YouTube の指導そして育成っていうのはできますが今はそのエネルギーを FX の指導育成に傾けてるんですいませんけども今はタカさんに YouTube をお任せしたいと思うんですよ。ねえさん。ですんでねこの度タカさんにご縁を持った方っていうのはチャンスですよ。誰がわざわざね自分のノウハウを公開してあなたも YouTube で稼いでくださいっていうふうに。 そんんな施しをしてくくれるんですすかとよく言います本当に稼ぐ方法があるんだったらそれは自分だけでやってわざわざ人に教えないでしょってそうかもしれないですよねでもこの考えって自分さえ稼げれば良いという人の考えじゃないですかこんな素晴らしい稼げる方法があって労働から少しでも自由になるんだったらこれは多くの人に広めたいよねって考える人は 少ないかもしれませんけどもいるんですよタカさんと私ですこんなすごい方法があるんだったら出し惜しむ場合じゃないみんな使えよそしてみんな使えよって言ってもどうせ使わないでしょとほとんどの人やらないでしょだからあなただけがやりなさいとよくね成功者は一部だけの人ですよって言うでしょそう一部の人になってくださいその他大勢にならないあなただけにしか歩めない人生を歩むためにはあなただけの稼ぎ方あなただけの月収 あなただけの愛する家族への愛情。これを作っていきましょう。その道を引きましょうっていうのが私はタカさんの考え方です。あなたじゃないとダメだ。あなたがご主人だから、あなたが稼ぎ手だからこの家庭は持つんだ。あなたのためには素敵な住まいの環境を整える。美味しいものを準備しておく。そして小綺れな服をね着てもらいたい。そういうふうな稼ぎ手に家族が最大限の愛情を傾けてもらえるように。 文句言わせなないような稼ぎを作っていきましょうタカ、ね、さんそれでは85話以上のような形でここまでのね85話までの思いを全て込めてお話しさせてもらいましたまた86話からはね別の展開でこの気になる男シリーズ進めていこうかと思いますじゃあね YouTube で稼いでいくために方法は隠されていませんただその方法をしっかりと受け取って やってみようかと思えるかどうかここからはあなたの問題ですよねもう道はれ開かれています扉は開いていますさあどこに向かって行くんでしょうかトレイントレイン走っていけお疲れ様でした